ボーゲと、義兄グールベリペテルボーゲは、ノルウェーの科学者である。日本では、ナガ、ペーテル、または、ペーター、イは、ワーゲと表記されることもある。1864年から1879年に、かけて、科学者、数学者の義兄カトグールベリと共に、質量作用の法則を発見、確立した。ノルウェーのフレッケフィオールに船長であった父のもで、生まれ、 1854年にグールベリと共にクリスチャニア大学に入学した。当初は医学を3年間学んだが科学や鉱物学も学び、1858年に酸素ラジカルに関する論文でノルウェー抗体資金賞杯を受賞した。卒業後の1859年はドイツのハイデルベルク大学に留学し、ロベルト文前の指導を受けた。帰国後の1862年、 グルベルグと共にクリスチャニア大学の教授となり、1864年に科学神話力に関する研究を発表するものの、ノルウェー語で書かれていたため反響がなかった。1867年にフランス語で同盟の論文を発表した。ボーゲト、グールベリは1862年に発表された、フランスの科学者、医師であったクロード・ルイ・ベルトレイの科学並行に関する、 実験結果に興味を持ち、1864年より研究を始めた。1868年から1869年にかけてノルウェー工科学会の会長を務め、1880年には YMCA ノルウェー支部の初代会長を務めた。1870年、ボーゲはグールベリの妹と結婚し、これによってボーゲと グールベリーは義兄弟の関係となった。1879年、ボーンゲとグールベリーは化学平衡と化学反応速度に関する論文を発表し、質量作用の法則を確立することに成功した。1900年1月13日、クリスチャニアで死去。ありがとうございます。